どうもブロです。登録者の皆さん、そして初めて見ていただいている皆さん、ご視聴いただきありがとうございます。今日はこちらの針で墨肉溶接の回しや角の溶け落ちアンダーカットを少なくできるやり方を紹介していきます。まずですね、お気づきの方はいらっしゃると思いますが、ピースが付け忘れて1ギメしかされてなく点付け状態ですが、これはショートビードといって、実は組み立て溶接をこのままで本溶接してはダメなんですよね。せっかくなんで知らない方のためにショートビードに関しても説明させていただきます。ショートビードとは極端に短いビードのこと。なぜダメなのか。周囲の冷たい鉄に冷やされ一気に硬化し、硬くなり粘り強さがなくなり、韧性が低下するからです。この他にも点を割れや内部血管を引き起こす可能性もあります。ショートビードの基準、板厚が6ミリを超える場合は40ミリ以上、板厚が6ミリ以下は30ミリ以上、ジャス6で定められています。それと脚長は4ミリ以上となっています。ジャス6とは日本建築学会が定めた教科書といえば分かりやすいですね。正直4ミリという数値に文句言いたくなる溶接工はたくさんいると思いますが、僕らはそれに合わせてやるしかありません。せめて脚長5から7ミリ出すときはやめてほしいですよね。普通にオーバーラップになります。組み立て溶接も本溶接と同等扱いが基本となっています。実際には脚長は2から3ミリでやられている会社多いと思います。それでは本編に戻り、アンダーカットしにくい電流電圧を話します。本電流は撮影を考慮し少し低めにしました。初期は 180A 20.2V、 クレーターは 200A 21.4V で、音聞いてもらいたいんですが、電圧を低めにすることでアンダーカットしにくくなります。音がジュルジュル鳴っているのがわかると思います。フランジ面を溶接する場合、板が空いている場合なんかは低めにしてやることでビード上部がアンダーカットしにくくなります。次は回し溶接をしていきます。説明するのにスローモーションにします。まずは9ミリのリブから脚長7ミリ盛ります。まずは初期でスタートし、本電流でフランジ端部に垂れないように回し、すぐクレーターに切り替え、プールの形を整えてから、もう一度初期電流で7ミリの脚長を意識しながら回していきます。画像の位置で本電流に切り替えると、角の溶け落ちはほぼしません。正直初期電流は邪魔くさいので、切った方がいいのですが、場所によって使いたくなる場所もあるので、僕はこのままやってます。初期がついていない溶接機でも回すときに本電流より下げたクレーター電流で回すことにより角の溶け落ちを減らせます。回すときのポイントはプールが冷え切る前に初期本電流クレーター電流を使うことです。プールがあるうちにやることでビードが馴染むからです。慣れないと正直混乱すると思いますが、本電流のままやるよりは確実に角の溶け落ちは減ります。一発目やるときは本電流のまま回しても熱が入っていないので溶け落ちは少ないですが、反対側をやるときはこのやり方を推奨します。あと今切りながら再スタートしましたが、エッジの R 部分に勝ち上げするように数発入れてます。僕は基本的に墨肉溶接をきれいに見せるにはクレーターを極力なくすことだと思っているので、このやり方をすることによってウェブ面を溶接するときにクレーターをなくすことができます。なるべくクレーターは小さくします。続いて12ミリのリブを溶接していきますが、どっちから回してもいいのですが、画像のように回しすぎると反対側を回すときにビードが邪魔して綺麗に回しにくくなってしまうので、僕はこのくらいにしておきます。なんなら画像よりも少なく回した方がやりやすいかもしれません。最初の回しを少なくすることでビードが邪魔しないので、反対側を回すときにプールを丸く形成しやすくなります。ビードが極端に真ん中がへこんでお尻ビードになってしまう方は、下側を回すときはプールの形状をよく観察してみましょう。
回し方は先ほど紹介した初期本電流クレーターを使い回していきます。それでは実際にアークを出してみます。脚長は9から10ミリを目指します。狙い位置は画像を確認してください。1パス目は前回の動画でも紹介しましたが、ラップ気味に盛ると2パス目を盛った時に溶接が綺麗になじみます。2パス目の狙い位置は画像を参照してください。次は反対側を溶接していきます。回すときは垂れないように気をつけながら仕上がりをイメージし、プールの形状を丸く作りながら進みます。ビードをきれいにするにはプールの形状で決まります。プール形状を均一にするために運棒しましょう。回すときはとにかくプールを見ながら垂れないように、そして丸い形を初期本電流クレーターを駆使して形成していくイメージで練習するといいと思います。2パス目走ります。それで注視してほしいんですが、回し終わった後のプールの形状を見てほしいんですが、ここですね。少し早く進みすぎてプールの形が雫の形をキープできなかったんです。これが仕上げのビードに出てしまうんですよ。ここの範囲だけ早く進みすぎてしまい、ビードに出てしまいました。次は付き合わせの部分溶け込み溶接をしていきます。板厚が12ミリなので1パスでは漏れないので2回に分けて溶接します。貝先3ミリくらい残すと仕上がりが綺麗です。ここの溶接するときは裏にガセット入ってるんですが、仮付け溶接を見ておいた方がいいです。板がついて仮付け溶接がしっかりついていないと剥がれる可能性があるので、慣れてない新人さんが仮付け溶接する場合とかは特に注意ですね。端が取れてなかったのでカットします。ここの場所は端まで綺麗に持っても後で結局盛り直さないと綺麗につかないんで、それなりでいいと思います。プールの形状を同じ形のまま進んでいきます。プールが貝先1ミリかぶるくらいをキープしながら進みます。あまり貝先側まで振るとビード幅が出すぎて無駄に溶接量も増え、仕事も遅くなりますし見た目も悪くなります。次はこの下を溶接していきます。回転ジグにセットした場所がめちゃくちゃやりづらいです。こういうやりにくいとこって終わった後声出ちゃいますよね。ここがマジでやりにくい。段取りが面倒なのでこのままやったツケが回ってきましたね。とりあえずこのタイプは1本しかないので無理やりやりました。スパッタすごいけどなんとか溶接できました。次はハイリング溶接していきます。ハイリング初めて溶接しますが、ここの段差まで盛ればいいみたいですね。ウェブ面買っちゃいたら上まで盛らないといけないみたいですが、とりあえず2パスで仕上げてみます。円形のものを切らずに一発でやるときは溶接材料に向かって左側からスタートしてます。時計でいうと7時付近からものすごくやりにくくなってくるのですが、慎重にやります。1パス目は 2,3 ミリくらい盛るイメージでやってます。初めてなのでサイズとかどんなのあるかわからないです。1パス目はこんな感じです。2パス目いきます。ウェブ面角溶かさないようにするの神経使いますね。
このくらいの場所から手首が辛いですが、いじでもプール形状を同じ形を維持しながらプールが溢れないように気をつけて溶接していきます。ちょっと話変わりますが、視聴者さんにお願いがあります。なんかリクエストあればコメントくださいね。今のところはコラム溶接パイプの横向きフルペネ、フラックスの曲げ試験、AW 被覆アーク溶接なんかがリクエスト来てます。タイミングが合えば全部やっていこうと思ってます。最後の方は溢れそうでしたがギリギリセーフでした。溶接終わったんで脚長測ってみます。だいたい10ミリですね。下側も測ります。下側は 10.5 ミリ。脚長ゲージを使いながら数をこなすと目が肥えてきて、測らなくても脚長があるのかないのか分かってきます。ビード外観も溶接が終わってからアンダーカットないかな、オーバーラップないかなではなく、溶接しながらプールの木はプールの見た目を気にしていたら、アンダーカット、オーバーラップ、ビード不正などは防ぐことができますので、普段から意識してやることがとても大事です。僕の動画見ていただいている方にはしつこく感じるかもしれませんが、溶接をきれいに見せるにはクレーターを極力消すことと、溶接中はプールを同じ形にしながらウィービングすることを意識してください。ここは脚長足りなかったので盛り直しました。メッキの仕事が出てきたらフラックス入りワイヤーで住みにくい溶接するコツも動画投稿していこうと思ってます。メッキ後割れてしまった経験がある方は参考になるような内容にしていこうと思ってます。次回は視聴者さんのリクエストですが、ナイスタイミングでコラムが出てきたので、ガウジング使うパターンと使わないパターンの2パターンで溶接していきたいと思います。仕事が忙しくなってきたので投稿頻度が落ちるかもしれませんがご了承ください。投稿が遅れても動画内容は濃くできるように頑張ります。ご視聴ありがとうございました。